ございます。滝藤次郎三次にちなんだ器の作品を展示しておりますので、はい、お時間ございましたらぜひお立ち寄りいただければと思います。はい、橋渡っていただいたこちら中庭でございます。加賀友禅を模した九谷焼のパネルをご用意しております。はい、こちらトラベルライブラリーでございます。書籍に合わせてコーヒーやハーブティー24時間お楽しみいただけます。
証明書を持っとらない。身分証明書どっかに。本日は冬の基本解析をご用意させていただいております。お品置きの中に QR コードがございまして、携帯で読み取っていただきましたお飲み物のメニューがご覧いただけるようになっております。ただいま担当の方が参りますので、どうぞごゆっくりお食事お楽しみくださいませ。でございまして、ここについております。お花の飾りは水引きでできております。本日のお料理でございますが、奥にございますお豆腐は片豆腐と申しまして、昆布茶で締めております。上に添えておりますのは金時草というお野菜でお仕立てしたお味噌でございますので、ご一緒にお召し上がりください。お手前も冷静にお仕立てしたお野菜に合わせまして、エビとキャビアライムという柑橘を合わせたソースをご用意しておりますので、こちらをお野菜につけてお召し上がりくださいませ。ウイスナーを添えておりまして、ウインナーフリューズをしておりますので、ぜひいつの香りもお楽しみいただければと思います。書いてありますので、ぜひちょっと照らし合わせながらお楽しみいただければと思います。Thank you.
をご用意しております。上には部分あられを添えておりまして、一番上のわさびがお味のアクセントとなりますので、ぜひご一緒にお召し上がりくださいませ。揚げでございます。周りに巻かれておりますのは、カダイフと呼ばれる麺状の揚げ衣でございます。フランスでは天使の髪とも呼ばれております。サクサクとした食感が特徴でございますので、ぜひ食感も合わせてお楽しみください。下味がついておりますので、お好みでレモンをかけてお楽しみくださいませ。こちらの器は雲の柄でございまして、大変縁起の良い柄とされております。量が多いので、もしよろしければ後で折り詰めにしてお部屋にお持ち帰りいただくこともできますので。このものが2種類ございまして、大根の通し彫り漬けとしば漬けでございます。大根には柚子のお味がついておりますので、お楽しみくださいませ。あと目盛りには赤だしをご用意しております。デザートをご用意しております。一番下にお芋のムース、その上にクリームとレモンシャーベットの3層仕立てでございます。ぜひ最後ご一緒にお楽しみいただければと思います。
が、現在ではご覧いただける機会も少なく、ここ山城では年に2回ほどしかご覧いただけることができません。私どもはその伝承の意も込めて絵画らしくアレンジしております。行いました演目は北陸ならではの獅子殺しという演目でございます。獅子には厄払い、悪魔払いの力がございますので、実際に獅子を殺すのが目的ではございません。獅子に宿った厄を追い払い、獅子は浄化され復活して、また皆様に招福将来幸せをお届けする舞となっております。ておりますお鍋は湯気が出てまいりましたらお召し上がりいただきます。お味がついておりますので、まずはそのままお好みでお膳中央の柚子胡椒を溶いて風味を変えてお楽しみください。柚子胡椒手前の2種盛りになっていますのが染めおろしと本ブーメでございます。染めおろしは厚焼き卵とご一緒に、本ブーメはご飯のお供にお使いください。またお豆腐は自家製でございます。こちらのシーズニングソイソルトというお醤油のフレークをお好みの量かけてお召し上がりください。最後にお隣、自家製のヨーグルトにはブルーベリーのジャムを合わせております。こちらもよく混ぜてからお召し上がりください。それでは本日もごゆっくりとお楽しみください。